ジプト神話は語る。古代エジプトはオシリスという名の知恵と正義の神によって治められていたと。オシリスが自らの兄弟セトに殺されるまでは。オシリスは殺されたが、その遺体は妻イシスによって回収された。イシスはオシリスの杖に秘められた力を使って彼を復活させ、その結果二人の間に息子ホルスが誕生した。イシスの行いを知ったセトはオシリスの杖を盗み出し、その力を使ってイシスとホルスを幽閉した。その野望はとどまることを知らず、再生されたオシリスの肉体もまたセトによって引き裂かれ、国中に散らばることとなった。自らの王国が衰退し始めると、セトはより大きな力を求めて冥界へと足を踏み入れた。しかし冥界から帰還する力を所持していたのはオシリスだけであり、結果セトは数千年にわたって冥界に閉じ込められることとなった。私がそれを発見するまでは。最も発見したのは私一人ではなかった。考古学会の新星カーター・ベルもまた杖を探していたのだ。オシリスの杖を目前にした私たち二人は我先にと杖に向かって走った。カーター待って。今回は俺の勝ちだな。しかし手遅れだった。私たちは杖に仕掛けられた罠を作動させ、呪われた身となってしまった。解放してくれたことに感謝します。しかしあなたたちには死の刻印が押されました。冥界の使者アメミットがあなたたちを捕らえに来るでしょう。私はイシス、こちらは息子のホルス。セトに敵対した古き神々の生き残りです。生きることを望むのであれば、オシリスの体の断片を集めなさい。私たちをここに縛りつけていた罠はあなたたちに呪いをかけ、アメミットを召喚しました。アメミットはあなたたちを捕らえようとするでしょう。その杖があればどんなに離れていても会話ができます。くれぐれも気をつけて。何？セトのポータルです。彼は冥界に身を置きながらも私たちの世界に影響を及ぼしています。見つけ次第破壊するべきでしょう。杖の光だけがこの裂け目を閉じることができるのです。
カヨワキ神々よ、ようやく私に服従する気になったか。お前たちには感謝している。私は数千年もの間冥界の闇に囚われていたが、お前たちが杖に触れてくれたおかげでこの世に帰還するチャンスを得たのだからな。神を殺した罪深きセトよ、オシリスの仇を討ち永久に冥界に封印してやるわ。ははははやってみるがいい。お前たちがここに拘束されている間に私は冥界の力を解き明かした。もはや何人たりとも私を止めることはできん。王座奪還の時は来たのだ。見て、セトが手下を召喚したわ。彼は生と死の循環を歪め死者を奴隷にしているのです。杖は未だオシリスの力を宿しています。彼の印がついたものならその力に反応するはずです。上に登る方法があるはず。冥界の使者が近づいているのを感じます。油断してはいけません。急ぎましょう。いつ死者に見つかるか分かりません。気をつけて、強力な罠が設置されています。この爆弾はなかなか便利ね。巻き込まれないよう注意が必要だけど。そのようですね。チャンネル登録よろしくね。